ルキャストレルカのやるかやられるか。始まりました、 B4 チャンネル、ベルカストレルカのやるかやられるか。私ベルカストレルカのギターの桜ちょっと噛まなかった今、ね、やや噛みね、やや噛みで2回目やぞいいやろ。ベルカストレルカのギターと作編曲を担当してます前住圭です。よろしくお願いします。お次は私ベルカストレルカのボーカルを担当してます清水ゆきです。イエーイ。そしてボンちゃんです。どうもー、ボンちゃんです。ベルカストレルカではないって言わなくなったんですよ。そうなんですよね。どうしたんですか、言わないんですか。2度目にしても言わないんですか。飽きたんですか。メンバーになったつもりに。いやいやいや、これからベルカストレルカっていう名前を浸透させていきたいのに言わないっていう、あるんですか、そういうの。そうね、ベルカストレルカではないボンちゃんです。いいえ、はい、思えばですね、1回目にね、ベルカストレルカではないとは言ったけど、うん、その他の自己紹介一切してないんですよ ね、 そうですね。ボンちゃん何者なのって。そう、ただ声がいい人じゃないんですよ。みたいな、ね、めちゃくちゃ声いいんですよね、はい、ボンちゃんね。そういい、あの僕は舞台関係の企画制作をあのお仕事でしてますんで。そうなんだ、はい、初めて知った。知らなかった。初めてかい。初めまして。初めまして。そうなんだよね、ベルカの2人とは俺ライブで2回会った、うん、であと清水さんはその前の。そうなんですよ、そこで ねなんとなくつながりがちょっとできたので。前僕がやってたラジオの告知やってもらったっけ。あの時しましたね。だよね。あ、出ましたね。出た。あ、出た、うん、あったわ。前僕 AR ラジオっていうのをやってたんですけど。 AR ラジオ私出たことあった。役者の友達と。でその役者が、演出と脚本やってる、うん、舞台に清水さんが出てたわけ。あ、そうなんですよ。で僕稽古場にお邪魔して役者の皆さんに告知をお願いしたと。うんうん、そうですね。稽古場で撮りましたね、そういえば、ね、変なテンションでやったんであんま覚えてないんですよなんかみんな、うん、なんか面白い風にぶっこんできたんで、そうやんなきゃいけないっていうプレッシャーがすごくて圧があった。圧がすごかったんですよね。ね、それから何ヶ月かして僕がライブに足を運んでみたいな感じなんですよね。あ、なるほどね。そういうことですね。うんうんうん、まあ、これあの喋っちゃうとね、来週のトークテーマかかるんで。じゃあまだ喋りません俺が喋り始めたくせにねそうですね、自分で振ったのにやめるんですね、はい、気になるわそれはもう次回聞くしかないということですね。はいはいはい、まあそんな感じでごめんね、俺が喋るの取っちゃった。はい、ではですね、今日はねトークテーマとしてですね、はい、またあの私の好きな音楽っていうのを、ね、聞いていこうと思うんですけどね。前回私が喋りましたから満を持して、はい、今日は私が喋らなきゃ、ね、ストレルカの大黒柱、はい、だよね。20分で足りるかな大丈夫、足りなくない。大丈夫、もうワンコーナーあるんですけどね、全部喋る気でいた60時間ぐらい必要かな。これ多分3週にわたって必要なコーナーですよ、ね、大丈夫ですか。なんならアルバム1枚出してもいい感じですよね、それで全然あの小分けにやってったらいいと思う、うん、今日はどこからどこまで編とかにすればそうだね、幼少期編とかにしますか。ね、とかでよくない、うん、幼少期は別にね、僕音楽そんなに好きじゃなかったんですよね、うん、そうなんですか、なんか夜空の向こうに永遠と歌い続けてたらしいですけど、なかなかな幼少ですな。すごいですね、全然意味も分からず言ったの歌ってたの。え、あの時幼少だったんですか。幼少ですよ僕なんかもうがっくりしました、うん、私、ね、そうですか、自我がまだ芽生えていない頃ですね、うん、そうそう、あれ何年くらいだっけ。96年とか7年とかですよ、うん、あ、じゃあ僕多分5歳とかですね、まだ、おーマジか、若いんですね。そんななんだね。まだ人としての心を持ってない頃です。そうですね。まだこんな闇々しい。動物だった頃です。なかったですね。動物ね。うっ、ん、屈としてなかったんですね。そう、うっ屈としてなかった。まだ希望に満ち歩くれてたんですね。人生に絶望とか抱いてなかった。そう。どんな人ですか。え、それがなんでこうどっぷり使われるようになったんです。ですね。僕、うん、小学校高学年の時に盲腸をやらかしたんですよ。うん、え？盲腸、ね、そう盲腸、お腹痛い盲腸、そうお腹痛いお腹痛いっつって、うん、病院行ったら、うん、なんか腹膜炎ですねっつって言われて、うんうんうん、あ、マジか、じゃあ治るんやな、でもお腹痛いお腹痛いっつって、うん、である夜、うん、あ、もうやばいこれ死ぬかもっつって、うん、救急車呼んでもらって、うん、そんな、そうそうそう、で手術したら盲腸でした、うん、あ、手術したら盲腸でしただったの、あと一晩
耐えてたら死んでたかもしれないねって言われて、包丁って死ぬの？なんでそんな猫みたいに痛みを耐えちゃったんですか？小動物弱みを見せないアピールしないと。あの尋常じゃない痛さだったんですけど、うん、いやこれ耐えれるんじゃねえかって入っちゃったんでしょうね。すごい。え、それが何歳だっけ？11とか12だ。我慢強いな。小6ぐらいか。俺そんな速攻泣くわ。そこでなんで音楽が？そうだよね。そうそうそう、今のところも音楽の文字もないね。出てないですよね。盲腸の話。で、なんかね、でずっと我慢してて、うん、なんかいろんな合併症みたいなのがあったとか、で1ヶ月ぐらい入院したんですよ。でその時にもうやることないんで、うんうん、暇だったんで、うん、あのテレビを見てたんですよ、うん、そしたらねちょうどエリック・クラプトンの来日公演のねなんか特番みたいになってて、うん、あこういうおじいちゃんになりたいって思ってちょっとあれじゃないですか。こういうおじいちゃんになりたい。入院してだからもう老後のことを考えるようになっちゃったんですね。そう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 。なんかね僕の病室の周りもおじいちゃんおばあちゃんばかりだったからね。うんうん、いろいろねおじいちゃんおばあちゃんの影響を受けてね。精神年齢がすごい上がったんです。ああ貴重な体験でしたね、うん、すごいね。それまではねゲームとかしかしてなかったのにね。うん。で何エリック・クラプトン、うん、でもギターはその時触ってないんですか？まだ全然楽器も何一つもやってなくて、そうなんだ、うん、僕も清水さんじゃないけど歌うのはね、うん、別に得意じゃなかったし、歌は今でもそうですか、うん、俺合唱あるじゃないですか、うんうんうん、合唱でみんなでパート決めようって言って一人一人歌うんですよ、うんうん、なんかあるとかテナーとか言って、うんうん、何の曲歌ってんのって言われて、みんな同じ曲歌ってるまあ分かりましたでしょうかね。そういうあれですよ。そういうあれですね。歌い手ですよ。前泉先生の歌に関してはね。うんうん、そうなんだ、まあ。歌聞いたことねえな、俺そういえば。静香ちゃんのバイオリンだと思っていた。マジか。ああ、そうですね。そんな広くないか。ジャイアンとは言わないところ優しい。どっちかっていうとジャイアン浮かばないじゃないですか、ね、容姿から。うん、静香ちゃんのバイオリン。おしずちゃんのバイオリン。はいはいはい。そうですね。で、まあそっから。うん。うん、まあ最初から洋楽っていうわけでも別にそこまで音楽は好きでもなくて、どちらかと言ったら楽器に興味を持ってみたいな、楽器か、楽器から入ったんだ。楽器から入ったんですよ。でなんでギターなの？ピアノとかじゃなかったのね。うん、そう、エレクラフトのギター弾いてたからね。そっか、そこで、あ、これギターって言うんだみたいな。ああ、そうそう、あ、かっこいいやん。へえ。言ってもさ、そんな身近にギターなんて転がってたりするわけしないよね。いや、でもその後に、まあ、誕生日で買ってもらった。あ、そうなんだ。安いギターとかね。へえ。で、買ってもらって、ギャンギャン練習して、よくわかんねえなっつって、やめたりして。一旦つまずくんだよね。そうそうそう。で、中学校、2年生とか後半ぐらいかな、中2、中3ぐらいで、あの地元にね、うん、あの個人経営のちっちゃい中古 CD 屋さんがあったんですよ。もう今やってないんですけど、で当時僕中2病真っ盛りだった頃なんでもう人と違うもん知ってるのが、あーあー、分かる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 。で洋楽聞くしかあんめえっつって、あんめえと大体どこの人だか分かったでしょうね今ので。でそのお店に入ったら、うんうんうん、超マニアックなんですよ。へえ、なんでそんなものが あなたのそんなふるさとのところに。そうね、変わった人がいたんですね。そう、変わってましたけど、その人なんかね、そのお店も、うん、あのね、映画のね、うん、ハイフィディリティっていうね、うん、ジョン・キーザックがやってたやつ、あれがなんかすんげえ音楽オタクのね、うん、レコード屋の話なんですけど、もうそこを地でいくような感じで、あの店長さんがいいと思ったやつは高いんですよ。うん、おーおー、でもなんか、そういう根付けの仕方なんだ。そうそうそう、世間的に名盤って言われたのが意外と高い。すごい、そんなすげえな、個人だからできるあれですね。趣味の店だね。趣味の店で、そこに通ってたらおかしくなっちゃったんだ、うん、そう、そこでね、もう全然ね、うん、でも、うん、負けず嫌いだったんですよ。だから、うん、最初可愛がってくれて、制服の可愛い僕がね、うん、いた。可愛いが、可愛い必要があった。今のくだりね、幼いとかで言うの、かわいいかわいい、かわいい、かわいい、僕も言ったんでね、かわいい、かわいい、でもかわいがってくれて、いろいろかけてくれたんですよ。うんうんうん、で、あ、いいですねとか言ってたんで、これって思ってたんですよ、最初はね。うん、でも、悔しくて、うん、もうこれ分かるようになるまで聞こうって、とりあえずその CD を買い取って、うんうん、家で散々聞いてるうちに、うん、なんかね、うん、
おかしくなっちゃったんですよ。おかしくなっちゃった。最初になんか自分で買ったのとかってあるの？あ、聞きたい聞きたい。自分で買ったやつか。今それ流しますよ。バックに流せんの？原曲は流せないね。ああ、だよね。じゃあ調べてください。うん、最初はね、プログレだったかな。キングクリムゾンでしたね。キングクリムゾン。すごいね、入門で。洋楽なんかおすすめないですか、うん、って言ったら、うん、あ、じゃあとりあえずこれだよって言われて、入門編だった。とりあえず、うん、すごいですね。だからそこの店長さんがもうプログレ大好きでみたいな、うんうんうん、でまあそういうのをね、大体高3こっちに上京する前ですね、うん、まあ、ね、これ通って、うん、でまあその中で、うん、まあいろいろと自分でも探すようになってみたいな。その時あのその上京するまでは、うん、あのバンド組んでたりしたわけ？ずっと一人でやってたの？あのね、あ、ね、そうそう、僕がね、うん、中学の時の同級生、うん、席の後ろの田中くんって子がいた。田中くんね、田中くんの名前出ちゃった、うん、T 君、まあ、田中くんがね、うん、T 君遅いまあ別にありふれた名字、はい、そうね、に、うんうん、僕はバンドやりたいと思ってたんで、うんうん、よしお前ベースやれやつバンドやろうぜじゃない。田中くんは何やってたの？何か全然名前やかわいそう。あのリコーダーで永遠と耳コピするのが好きな顔でした。ああ、じゃあ、まあ、音楽素質がある、はい、それ終わったんだね、うん、耳は良くて、うん、でベース計4本しかないんやから簡単やろ、お前やれやっつってすごいですね。今では考えられないことに平気で言ってる。いや今も無茶なこと言いますけどその時から割り変わってないんじゃないでしょうか。そのことはね、今もね腐れんで、その後もねベース続けてて。あ、そうなんだ、結構、ね、あ、なんかいい話だね。いい話じゃない。音楽の仕事してる。今度よ、あ、仕事にしちゃった。今度よ、もう田中君、ね、ゲストはゲスト呼びます、うん、真泉先生のルーツに迫る田中君。いや、人に話せないことばっかやってくるなピーしかなくなっちゃうからね。殺す以外は何でもやってますからね。いいっすね。まあ、そんな真由美さんなんですけど、はい、最近あのアルバムを収録したと聞きましたけど、はい、なんか大変だったらしいですね。ベルカのね、昨年末からね、うん、ニューアルバムというか、ニューじゃないよ、ファーストアルバムですよ、うん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 、ファーストアルバム作ってるんですけどね、うんうん、昨年からレコーディングが始まりまして、うんうん、なんかあの聞いてる皆さん分かんないと思いますけど、この話題になった途端、うん、お二人がちょっと下を向く、ね、今ちょっとそんなに大変なんだね。腕組んで下向いちゃったから、うん、同じ格好してますよ今。あれと思ってびっくりした。そんなあれ良かれと思って僕このテーマ設定したんですけどね。いやいや大変ですよね。いや楽しいですよ、うん、そうですね、すごい楽しいですけど、そんな目を伺いながら楽しいですよねって言われても、いや本当本当楽しいですよ。めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。面白い。いやー大変やなと思って。あ、そうなんだ。あの1曲フルアルバム10曲入りかな、うん、予定では、うんうんうん、はい、いいね、なんですけど、うん、まあ去年作った曲からまあ選んで、うん、まあ、再度アレンジを施して、うん、バンド編成ですね、うん、プラ、まあ、いわゆるドラムとかベースとか、うん、おー、まあ、ピアノとかが入って、うん、プラス管楽器とか弦楽器、バイオリンとか弦楽四重奏いるんですよ。はい、ベルカストレルカは、はい、前泉さんと清水さんの2人だよね。ユニットです。うん、だよね、はい。それにそんなに豪華ゲストがいっぱい。最初のうちはだから本当ライブは2人でね、うんうん、やってたんですけど、うんうん、もう無理だなって。そうなんですよ。前泉先生のやりたい音楽は2人じゃね、うん、ううか実現できないんですよね。いろんもう最初からフルオーケストラが流れてるのをギターでやってるので頭の中でね。そういうことね。そうなんですよ。先生もうこれをねあの形にするにはもういろんなミュージシャン使うしかないだろうって。そうで総勢21名ぐらいですかね。私たちは現在23名ぐらいになっちゃいますね。すげえ。それでもうちょっと増えるかもしれないですね、うん、だって小学校の一学年の一クラスありますよね。一クラス分いるんですよね、その辺のね。そうですよ、そのぐらいのメンバーでバンドだね、やってますね。そうそうそう、まあ全部が全部に載ってるわけではないんですけど、うんうんうん、まあそれのアレンジを全部今回も俺やるわっつって、うん、そっか、編曲もやってんだもんね。編曲全部やったらね、編曲家ですからね、うん、いやほん
レコーディング初日やばかったよこれ、うん、初日2日目やばかったよねこれ。テンションがおかしくて2日目でしたっけ、なんかの レコーディングしながらなんかどこが何分とか書く紙があるんですけど、うん、その紙の隅っこになんかすごい幾何学模様みたいなのが書いてあるんですよ、うん、なんかすごいの書いてあるなと思ったら前田先生でなんかナルトのなんかこういうさ、うん、ジグザグしたのがいっぱいあるみたいな、うん、最終的になんかお城みたいになってて、うん、なんか目が死んでるんですよこの人ついにやばい行っちゃったかなってすごい不安になりました。顔が青白かったです。なんでとりあえずみかんあげときましたただでさえ色白なのにさらに青白くなってた。やばかったですね、あの辺ね。やばい顔してたと思いますよ俺、それもなんかツイッターでその模様見たわ。そうそう載ってますんで、うん、興味ある方は遡って見てみてください、うん、そうそう、ちょっとアレな人が描く絵だったよちょっと精神がアレな人が描くだろうな。そう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 、ね、お医者さんがテストで描かせる絵ですよねあれ。あ確かにそうですそうですでもね、あれたまにや なんかさ、みんな癖あるじゃないですか、ノートの端っこになんか丸×ゲームやる人とかさ、うん、あ電話しながらなんか書くとかね。俺がその幾何学模様を永遠と書くんですよ、うん、でも私それ見た時怖かったんですよ、これやばいと思って。でもなんかね、似たような子が最近ニュースで特集されたんですよね、うん、なんかね、デザイナーさんの娘さんとかでやっぱり、うん、俺のあれみたいな幾何学模様を書いて、うんうん、なんか結構抽象的なやつ、うん、でそれ入稿して、うん、お金もらってみたいな。じゃあもう T シャツにしようね。いいね。いいな。髪取っといて T シャツ。ちょっと俺を追い込めば似たような。そう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 。どんなアルバムになるんだそれ。追い込めば幾何学模様だらけになりますよね。そうそうそうすごい楽しいアルバムです。じゃあアルバムその今絶賛編集中みたいな。いやまだ撮ってないですからね。ちなみに明日まだ、うん、ありますからね、レコーディングが、また明日ね、うん、レコーディングがあって、うん、そこで、うん、まあ明日何やったっけな、まあ、ベースピアノギターそうそう追加のレコーディングがありますね、うん、なんか大方は撮り終わったんですけど、うん、まあ細かい部分の直しとかが、うん、ミックスとかまだなんでね、うんうん、そうですね。いつ頃発売になるんです？4月15日ですね。何の日だか分かりますか？え4月15日？そうです。スロバキアの建国記念日とか。違います私の誕生日です。おめでとう。おめでとう。3ヶ月先。そう、その日にね、うん、出すからレコ発であるから、これは買うしかないかな。これもさ、うん、プレゼントとかいらないから本当 CD 買ってほしいですね。聞いてほしい、うん、いいね。サインとかもらえたりするんですか？もちろんもちろん、全部に書いちゃ う、 うわ、うん、ハンコつけますからね。ハンコ？シャチハタでシーズってシーズって押します前かぶってつけるね。株式会社清水ゆき。そう、それぐらい推したいやつなんで、ね、もう決まってますから。いいですね。日にちは決まってますから。4月15日。4月15日。場所も決まってますから。あ、そうか、ライブで売るんだね。そうです。そこでもうね、うん、レコ発ライブですから。おお、いいね、楽しみですね。うん、場所どこ？場所どこ？ね、青山の月見る君を思うっていうとこです。うんうん、ああ、名前聞いたことあるわ。そうです。素敵なお店ですよ。でも月がね、大きくてね、うんうんうん、ステージ上になんか投影されるんですよ、満月が。ほう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 。それがすごい綺麗で、ここにするって決めました。いいっすね。はい。最高ですね、うん、楽しみです、はい。まあ、日曜日昼かな、昼を予定してます。お昼、日曜日ですよ、4月15日。土日もライブあるんですね、ベルカは。たまにあります。僕月曜日にしか行ったことないですから。大体月曜日が多かったんですけど、さすがにレコ発月曜日にやってね、はい、伸縮買うのもあれだったんで ね、 そうね、ファーストアルバムですのでね、はい、まあ、盛大にお祭りをやりたいだと思って。いいですね。日曜日の昼ですから、はい、レコ発もね、参加してくれたミュージシャンほぼ全員、うん、うん、ほぼ全員呼んで、素晴らしい。うん、もう破産しました。普通に破産ライブです200人ぐらい呼べば多分大丈夫かな。そうね。いやでもね、人件費はね、うん、なんかケチらない方がいいと思ってるんで。そうなんです。いや、そこで言わなくていいんですよまあいいもの作らないとね。そう、そうなんです、そうなんです。うんうんうん、そこ赤字がなんぼのもんじゃいってことで、素晴らしいミュージシャンがたくさん出演してくれる予定ですので、まあ続報はまた次回ということで、うん、そうですね。まあそんなアルバムの話とかですね、いろいろ聞きたいことあったらまたメールとかでもいただければと思いますので。そうですね、はい、じゃあメールアドレスだけご案内していただいていいですかね。はい、はい、メールアドレスは、うん、belcastrelka.japan@gmail.com です。はい、はい、綴りはこちらに出ています。多分出てるよね。はい、ここに次の配信いつだ、メールちょうだい。次回は1月26日の金曜日の夜配信予定です。ですねー。
はい、それまでね皆さんこの回何回も聞き直してもらって、そうですね、いっぱい聞けますね、ですね、金曜日まで待ってください、はい、通報とかされたらどうしようかな、やめてください炎上とかしたらどうしよう、炎上案件なかったよね、なんか大丈夫だったと思います、はい、じゃあ炎上しないうちに締めましょうかね、はい、はい、今日の前締め誰と俺だわ、先生です、はい、お聞きいただきましたベルカストレルカのやるかやられるか、お相手は私前住ケイと清水ゆきとぼっちゃんでした、はい、バイバーイ、バイバーイ、またねー、 See you、 やっぱり20分ですね20分でいいと思ってるもんね